皆様おはようございます。おはようございます。いつもの方に加えて久しぶりの方も、感謝いたします。神様はあなたを愛しておられます。祝福が豊かになりますようにお祈りいたしましょう。天のお父様、今年最後の日曜日の礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。遠くから近くからあなたが呼び集めてくださり、今日この場所で共に礼拝ができますことを本当に感謝です。けれどもさまざまな諸事情で、特に健康やいろいろなことで共に集えない兄弟姉妹が増えていることも思いますが、神様がどうかそれぞれのところにあって慰めと癒しと、また苦しむときにそこにある助けを備えてくださいますようにお願いいたします。一年の恵みを数えつつ、新しい年を期待を持って信仰を持って迎えていくことができますように、この時を豊かに導いてください。この一年もこの愚かなものをあなたが毎週用いてくださっていることを感謝いたします。神様、今日も愚かなしもべが立てられております。主がどうぞあなたの御翼の陰に隠してくださり、またあなたが語りなさいと語る言葉を大胆に語ることができますように、聖霊様がお一人お一人の心の内に御言葉を響かせてくださいますようにお願いいたします。そのようにして私たちの心の中に神の国の喜びが広がっていきますように、よろしくお導きください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。12月30日第5週日の礼拝になりますが、今日が2018年の最後の礼拝となります。今年はこのハイデルベルク信仰運動を3月の第3週あたりから一緒に味わい始めました。全部で129問あるのですが、今日やっと59問とか60問半分ぐらいまで来ました。あと1年くらいはかかるかと思いますが、どうぞよろしくお付き合いください。でもこれを一緒に学びながら、私自身が一番祝福されているなと思います。今年も何人かの愛する方を手に送ったりいたしました。そういう中にあっても、またさまざまな病気で入院なさったり手術を受けられた方もいらっしゃいました。そういう中でこのハイデルベルクは、生きるにも死ぬにも何があったとしても変わらない、ただ一つの慰めがあると教えています。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。それが一番最初の問いでした。それに対して答えは、私がイエス様のものです。それが生き死にを貫いてただ一つの慰め、何がなくなったとしても誰も奪うことのできない喜び、感謝の源であります。誰が何と言おうと、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私のもの、そういうふうに神様に言っていただけることは本当に幸いだと思います。お金がたくさん手に入る時もあるでしょう。でもそれはなくなっていくと思います。地位や名誉を勝ち得ていく時もあるでしょう。でもそれはやがて失っていきます。健康であってもやがて病に侵されることもあるでしょう。しかし健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も、変わらない幸せ、変わらない喜び、それが聖書が語る福音です。あなたがイエス様のものとされていること、そのことをぜひ覚えていきたいと思っております。今日はハイデルベルクの信仰問答問い59と60を2つ見ていきたいと思いますが、週報のところに印刷しておりますのでご参照ください。問いの59は使徒信条の締めくくりのところですけれども、それではこれらすべてを信じることはあなたにとって今どのような助けになりますか。我は天使の作り主、全能の父なる神を信ずから始まって、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず、アーメンで閉じられていくあの使徒信条、その全てを信じることは
あなたにとって今今日どのような助けになるかと問われています。ハイデルベルクはとても実際的な助けを、考えています。現実の忙しい、あるいはさまざまなことが次から次へと起こってくる、一難去らないうちにまた一難、そのような人生におきまして、それでも今折にかなった助けを受けることができる、そのことが言われております。苦しむときそこにある助けと聖書が語っている通りです。神様の助けは一番助けてほしいときにこそそこにあります。答えはこれです。問いの59の答え、私がキリストにあって神の御前で義とされ永遠の命の相続人となるということです。誰が何と言おうと、あるいは自分自身が自分のことをお前はダメじゃないかと言おうとしても、キリストにあって神様の御前で私はあなたは義である、神様の前に罪がない、そして永遠の命の相続人である、今日死んだとしても間違いなく天国に行ける、いやすでにその永遠の命を今あなたはここで生きている、そのようなことが今私たちにとっての助けになるというのです。そして問いの60、それではどのようにしてあなたは神様の御前で義とされるのか。今日のメッセージの題ですが、神の御前で義とされるにはどうしたらよいのか、どのような道があるのかということですが、答えをまず見ていきたいと思います。ちょっと長い文章ですけども、いくつかに分けて見ていきたいと思います。まず、ただイエス・キリストを信じる誠の信仰によってのみです、そう言われます。どのようにしたら私たちは神様の前で義とされるのか、義と認められるのか、神様の前に正しいものとして立つことができるのか、ただ誠の信仰、イエス様を信じる信仰によってのみと言われています。そしてその信仰について、すなわちと語られていきますが、まずですね、私たちの心の中の良心の咎めが語ってくる言葉を引用しています。たとえ私の両親が私に向かって、お前はダメじゃないか、神様の戒め、聖書の教えすべてに対して甚だしく罪を犯しているじゃないか、それを一度でもちゃんと守ったことがあるのかい、何一つ守ったこともなくて今なお絶えずあらゆる悪に傾いているじゃないか、これ私自身が聞いている自分の声です。皆さんもおそらく似たような声を聞いているでしょう。あなたそれでもクリスチャン？私これでもクリスチャンなのかしら？信じているはずなのに、洗礼を受けたはずなのに、悩みがあり苦しみがあり不安があり、そして何やってもダメなんじゃないかと思ってしまうような、そういう状況がありませんでしょうか。私は、自分で自分のことを、軌道修正していくためにこれをビデオを撮ってですね、やってるんですけども、時に聞くに耐え難いメッセージがありますよね。やっぱりね、申し訳ありません。非常に立法的でなんじゃこりゃという世界で、後から聞き直すとですね、そんなつもりで語ったことはないんですけども、一生懸命語ってるつもりなんですけど、どうしても立法的なねばならないではならないというメッセージを発信しているのです。申し訳ありません。それを聞きますとですね、私自身が、あ、俺やっぱりダメだ、私やっぱりダメだ、お説教者として失格じゃないのか、牧師として何やってるんだと、やっぱり私はダメでふさわしくないんじゃないかと思ってしまいます。自分自身がそういうふうに、お前はやっぱりダメなんじゃないかと絶えず責め立ててくるのです。ですから毎週ここに立つということは戦いです。ここに立つことができるのは神様の前に許しをいただいているという確信が与えられてです。お前は神様の戒め、聖書すべてに対して甚
しく罪を犯し続けてるんじゃないのか、毎日毎日分かっていてやめることができない罪を常習犯として悪習慣としてやっていないのか、何も一つ守っていません。今絶えず悪に傾いています。私自身がそうです。そして自分の両親が責め立てます。お前はダメだ、お前はダメだ、もっと頑張らなきゃいけないんじゃないかとかっていう、そういう立法的な響きが出てきます。そのままではダメだ、ありのままではダメだ、このままじゃダメだ。ところがそうであったとしてもとハイデルベルクが語ります。たとえ私たちの心の良心が叫んで、お前ダメだよ、それでもクリスチャンなのか、それでも教会のメンバーなのか、それでも洗礼を受けているのかと散々責め立てきたとしても、そうであったとしても神様は私のいかなる功績にもよらない、ただ恵みによってキリストの完全な償いと義と聖徒を私に全部与えてくださって、それが私のものになっている。それは何を意味するのか、あたかも私が白無垢の状態、何一つ罪を犯したことがないような白い純白の衣を着ているような状態であります。神様が二度とあなたの罪を思い出さないと宣言してくださったその結果です。今宵あなたの罪は許されたという罪の許しの宣言を受けたものです。あたかも私が何一つ罪を犯したことも、罪人であったこともなく、キリストが私に代わって果たしてくださったその服従を、すべて私がしたようにみなしてください。私は神様の言葉に聞き従いません、素直でありません、傲慢です。であってもイエス様が、クリスマスに生まれてくださったイエス様が私に代わって非常に低くなって、すべてのことを守り、律法をすべて行ってくださって、そして自分自身を完全な生きた供え物として捧げてくださるという礼拝を日々なさった、イエス様がそのなさってくださったそのすべてのことを自分のこととして神様が見直してくださる。あのイエス様がやったことはあなたがやったことなんですよ。であるならば、自分自身が私はクリスチャン失格だと声を上げようとしても、誰かさんがあなたに後ろ指を指して、あなたそれでもクリスチャン、あなたそれでも教会員、あなたそれでも洗礼を受けているのと言ったとしても、それでも、はい、私はこれでもちゃんとしたクリスチャンですということができます。名古屋で教えてくださった、ペンギン牧師先生はですね、後藤清先生はそのことをちゃんくりと言いました。デモクリでもなく、コソクリでもなく、ちゃんくり、分かりますか、あなたそれでもクリスチャンっていう、これからデモクリですね。自分に対しても、俺はこれでもクリスチャンなのかとデモクリ責めます。あるいはコソクリ、あの人こそクリスチャン、あの人本当にいつも笑顔で喜んでらっしゃって、いつも元気で、あの人こそクリスチャン、これこそクリです。時に自分自身も、私ってやっぱりクリスチャンだよね、本当に私こそクリスチャンだよというこそクリになるかもしれません。でも時にそれはこれでもクリスチャンなのかと、またすぐ落ち込んでしまいます。デモクリでもなく、こそクリでもなく、ちゃんクリ、あなたも私もそれでもちゃんとしたクリスチャンですよ。誰が何と言うと、神様がそのことに太鼓判を押してくださる。イエス様の義が全てあなたの義とみなしてくださる。イエス様のその服従が私たちの服従とみなしてくださる。イエス様の信仰が私たちの信仰とみなしてくださるのであります。そしてそうなるのは、ここが一番大切なところですが、そうなるのはただ私がこのような恩恵を信仰の心で受け入れるその時だけなのですとハイデルベルクは語ります。そのようなことを覚えながら、
今日は先ほどローマの3章の21から28読んでいただきましたが、一節だけこの御言葉というところにこれまでの訳と新しい訳で比較しているこの一節だけを見て、この神の御前で義とされる唯一の道を一緒に歩んでいけたらと願っております。まずこれまでの訳ではこんなふうな訳でした。ローマ人の手紙3章24節です。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしの義と認められるのです。これがこれまでの訳でした。昨年出版された新改訳2017新しい訳ではこんなになりました。神の恵みによりただという言葉がなくなりました。でキリストイエスによる贖いを通してゆえにという言葉が通してという言葉になりました。そして与えなしに義と認められるからですとになっています。ほとんど同じです。同じです。文字的には全く同じです。神の恵みという言葉とイエス様の贖いという言葉と与えなしに義と認められるという言葉について順番に見ていきたいと思っております。まず神の恵みという言葉です。ただ神様の恵みによりとありました。それは何を意味するのでしょうか。先ほど一緒に歌いました驚くばかりの恵み Amazing Grace という曲がこの神の恵みを高らかに歌っています。賛美しています。驚くばかりの恵み、信じられない、ありえない、それほどに素晴らしい驚きを伴う恵みです。この身の汚れを知れる我に、私が聖書という本当の自分を映し出す鏡の前に立てば立つほど、そして清くて正しい神様の前に近づけば近づくほど、私がどんなに罪深いものか、どんなに汚れてどうしようもないものか、そのことが明らかになります。でも罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと聖書は語ります。ハイデルベルもそう語っていましたよね。生き死にを貫くただ一つの慰めを知るためには、まず私たちの罪深さ、その大きさを知らなきゃいけない。自分がどんなに神の前に貧しい無力な、そして罪深い存在なのか、その罪の大きさを知らなければ神様の恵みもわからない。私は殺人をしたことがありませんという人言うでしょうか。確かにナイフで刺したりとかですね、ピストルで撃ったりして人を殺してないかもしれません。しかし言葉のピストル、言葉のナイフを持って私たちは何人の人を傷つけているでしょうか。あるいは言葉にしなくても言葉にならない心の中の苛立ち、怒り、殺意、敵意、その中にあって、あの人さえいなければなんでこんな人がいるんだと言って腹を立てていく、それはすでに殺人だと聖書は語ります。行動における罪、言葉における罪、心の中で考えたり思ったりする罪、そのレベルで考えるならば誰もが毎日のように人を殺してしまっている、誰もが毎日のように会員の罪を犯してしまっている、誰もが毎日のように神様がしちゃいかんということをことごとくしてしまっているということになります。ですから聖書は、すべての人は罪を犯している、正しい人は一人もいないと語るわけです。にもかかわらず神の恵みというのは罪人を招いて救うという恵みです。イエス様はおっしゃいました。私は正しい人を招くために来たんじゃないよ。クリスマスに生まれたのは正しい人にどうぞいらしてくださいっていうために来たんじゃない。罪深い者のために、罪深い人にどうぞいらしてくださいって招くために私は天から降りてきたとおっしゃいました。ですから教会の看板のところにですね、自分は正しいと考えている人はご遠慮くださいと、私は罪深いものですと考えている人だけいらっしゃいみたいなことを書いたらいいかと思います。そのまんまどうしようもないものが、あ
愛されて招かれているのです。どうせ私なんかと思ってしまう、信じられないのに言っていいんですかという人もいます。ぜひ大歓迎です。信じていなくても、神様の前に何も正しいことができなくても全然大丈夫です。神様は罪人を探して救うために来てくださったんですから。罪深いものが分かっていく、それにもかかわらず神がそんな私を愛してくださっている、受け入れてください。ただ神の恵みにより、そのような言葉が響きます。私が、皆さんがどんなに罪深かったとしても、それに勝る神様の愛と許しがあります。さあ来たれ、論じ合おうと主はおっしゃいます。たとえあなたの罪が雪のように、あ、火のように赤くても雪のように白くなる、もう紅でばっかであったとしても、でも羊の毛のように雪のように真っ白になる。それが神の恵みです。そのためにキリストイエスの贖いがあります。贖いというのは、代金を支払って買い戻すという特別な聖書の言葉ですが、身代わりになる、肩代わりをするということです。罪の借金を全部肩代わりして、その人が払わなくてもイエス様が払ってくださることによって借金が全部帳消しになるということです。年末年始借金を抱えていらっしゃる方いらっしゃいますか？ぜひこの良き知らせを聞いてください。自己破産するしかないような状況に陥っていたとしても、キリストイエスによる贖いはあなたのために提供されています。あなたが支払いできない、返済不能な時に、イエス・キリストがその罪の借金を全部肩代わりして、代わりに全部払ってくれたんです。それが十字架です。贖い、代金を払って買い戻す、罪深く罪にまみれていたものももう値がない、そんな人のために犠牲を払うのがもったいないほどの、そういう私たちのために、神様が考えられないほどの高価な犠牲を払って、ご自分の命でさえも投げ出して、愛する一人子でさえも見殺しにして、身代わりにしてください。そしてイエス様があなたの罪のために身代わりに死んでくださったゆえに、あなたの罪は許されましたと宣言が響きます。誰でもイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったと信じるならば、その信仰によってあなたの全ての罪が許されます。借金が全て帳消しになります。支払い済みという言葉がその債務証書に押されていく、それが贖いのゆえにです。イエス様があなたの借金を全部肩代わりしてくださったゆえにということです。あなたがもはや償う必要がない、全部支払われてますから。しかもその全ての大きなマイナスが全部プラスにひっくり返ったようなものです。お釣りが来てます。私のようなものが神様の栄光を表す器として用いられていく、福音を誰かに伝えていくための器として用いられていく、私の存在が周りの人の祝福さんになっていく、それほどのお釣りが来るのです。それが贖いです。あなたの全てのマイナスがプラスに変えられますから、マイナスが大きい分、罪が大きい分、プラスが大きくなるんですよ。失敗や過ちや恥が多ければ多いほど、その許しの豊かさは光り輝くでしょう。東が西から遠く離れているように、神様はあなたから罪を遠くに引き離されます。そしてそれがキリストによる贖いの上にということです。最後に見たいのは、与えなしに義と認められるということです。義と認められるというのは、神様の前に正しい、お前は罪がないと認めてもらうということですが、与えなしにという言葉がとても素敵な言葉です。与え、それは何でしょうか。分かりやすい言葉で言えば、
スーパーマーケットに行って値段がついてますよね。あれが値です。例えば年越しそば、これ一束、40円とかですね、いろいろありますよね。それ値です、値段です。でもその値段なしに義と認められる、それは破格のバーゲンセールです。こんなバーゲンは世界中どこの店を探してもありません。本当に値段つけられないぐらいに高価で尊いものがただで、ただで、ゼロ円で受け取ることができるんですから。値なしに義と認められる。1円も払う必要がない。ただありがとうございますと言って受け取れば、そのまんまその義が、イエス様の義があなたの義になって、あなたは全ての罪が許されて全く新しい人に変えられていきます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだ。古いものは過ぎ去って見よ、全てが新しくなりましたと聖書は語ります。値なしに新品になるんです。傷物であったものが値なしに完全に新しいものに練り直されていく。それが値なしに義と認められるということです。今は電子マネーになっているでしょうかね、少しずつ、キャッシュレスとも言われますが、そのお金を持ち歩かなくてもクレジットカードとかいろんなもので買い物をすることもできる。でも後からそれをちゃんと払わなきゃいけないということもありますけども、とにかく何をするにしてもお金がいりますよね。電車に乗るにも交通費がかかります。電車代かかります。車に乗るにはガソリン代もいるし、オイル代もいるし、車検の、いろんな定期点検の費用もかかる。壊れた部品は交換しなきゃいけない。それはかなり値がかかるものです。服も着なきゃいけない。食べるもの、着るもの、飲むもの、住むところ、いろいろなことで自分の家でなくても借りても家賃がかかる。値がかかります。世の中のすべてのものは恵みではありませんから値がかかります。ギブアンドテイクで支払ったら提供しますというものだけです。これが世の中に満ち溢れている恵みではないものです。しかし値なしに義と認められるというのはプレゼントの世界です。ギフトの世界です。プレゼントもらった時に代金払う人いますか？今日も2人の方にプレゼントがあります。代金を支払う必要がありません。プレゼントですから。こんなものもったいないから少し払いますなんて、そんなことは必要ありません。プレゼントの世界というのが値なしに義と認められるということですね。代金を1円も払う必要がない。償いのように一生懸命良い行いをする必要がないんです。これだけの良い行いをしたらもしかしたら神様に許されるかもしれないなんていう、そういう立法主義ではないんです。一生懸命必死の思いをして頑張ったら神様は私のことを義と認めてくれる、そうじゃないんです。血のにじみのような睡眠時間を削ってもうあらゆる努力をしたら神様が正しいと認めてくれるんでしょうか？そんなことはありません。やればやるほどどうしようもないものしか神様の前に差し出すことができないでしょう。私たちは自分で自分を救うことができませんし、分かっていてやめれませんし、そして神様の前に認められるほどの良い行いを一つもすることができないのです。だからこそ神様は恵みのゆえに、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしにもはや一生懸命頑張るとか努力するとか良い行い善行に励むとかお布施をするとか、そういうことではなくて、献金をするとかそういうことではなく、奉仕をするということではなく、値なしに
がとうございますと言ってただ受け取るだけで、イエス様の義があなたの義となり、あなたは神様の前に何一つ罪を犯したことがない人ですねと認めてもらえるということです。それがキリストにあって神の御前で義とされる、永遠の命の相続人となるということです。皆さんはいかがでしょうか。信仰の心でありがとうございますと言って、そのような恩恵を神様が差し出してくださっている福音と呼ばれるこの許し、それを受け取られるでしょうか。ぜひ心開いて、神様ありがとうございますと言って、素直にそれを受け取っていただけたらと願います。その時に値なしに義と認められる。何も代金を支払う必要がない。代金は全部イエス様が代わりに十字架で死ぬことを通して支払ってくださった。ふさわしくないものが、許されがたいものが、受け入れがたいものが、愛されるに値しないものが、値なしにそれでも神様に愛されて受け入れられて祝福されていくということであります。ぜひ十字架の犠牲の上に神様が最高のプレゼントをあなたにも与えてくださっておりますが、それを改めて受け止めていけたらと思います。そしてこの年のことも振り返って考えてみましょう。私が一生懸命頑張ったとかですね、私が一生懸命お祈りしたとか、私が一生懸命何かをしたとかということではなくて、ただただ神様のおかげで、ただただ神様の憐れみによって罪深いものが健康が守られ、元気に仕事することができ、仕事も与えられ、収入も与えられ、生きていくために全てのことが豊かに与えられた一年であったことを覚えながら、何よりもイエス様が私のようなもののために死んでくださったことにありがとうと感謝しながら、神様の恵みを受け取っていけたらと願います。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。神様は正直なあなたの心の中の思いを聞き取ってくださっています。神様のおかげと受け取っていくことができます。
つぶやきや不平不満や怒りや苛立ちやストレスではなく、喜びと平安と感謝と賛美の歌声で満ち溢れた、そんな素敵な年末年始を送ることができますように、私たちの疲れを癒し、また問題を主が解決してくださる。そして主よ、折にかなった助けを主がどうか与えてくださいますようにお願いいたします。権勢によらず能力によらず、ただ神様の恵みによって、神の霊によって、それぞれの幸いな一年を終えていく。